なんか可愛い着たりして届かぬ背なんです。針でこれ本当腕になりたかったりしたら届かないんですよ。ちょっと分かり始めてきてるんで、はい、奈良県の渡辺雄三さん。冷えてゆく二人に時は戻らない。冷えてゆく二人に時は戻らない。ねえ、戻らないです。徳島県の山西勝さんです。腕組めば仁王像にも見える妻。腕組めば仁王像にも見える妻。すごい威厳があるというか、怖いな。怖いというべきかね。大阪府のあっちゃんパパさん。組体操をきっとしたやと超えた孫。組体操をきっとしたやと超えた孫。はい、ねえ、下の方行ってしまう。来ませんのね。こちらは兵庫県の西宮の牛若丸さんです。おばちゃんが立てば座れる2人分。おばちゃんが立てば座れる2人分。あるかも。大丈夫。東京都の塩見美咲さん。おばちゃんに飴でスクラム組まされる、うん、おばちゃんに飴でスクラム組まされる。飴あげたら飴も、ね、手下かなんかいうのがありましたよね。古文古文。これ岐阜県のお寺座の怪人さんです。見つめ合う83と89。あ、いいじゃないですか。素敵。見つめ合う83と89。いやー、素晴らしいですね、これは。いいじゃないですか。見つめ合ってるのか、ボボーっとするのか。ね、見つめ合ってるって言うてるじゃない。眺めてる、眺めてる、眺めてる。広島県の福山森山さん。二人旅、嬉しい楽しは金次第。うれし楽しは金次第。お金はやっぱり言います、ね、あの若い時はね、そういう貧乏旅行できてもね、はい、なかなかね、笑えないことも出てくるんだよ。若い時は全然ね、そんな気にしませんね。気にしないけどね、やっぱり面白い、ね、この年になるとつらいですよ。こちら、兵庫県の播磨の釣りバカさんです。年金が減るから行くな妻が言う。年金が減るから行くな妻が言う。まあ、行くっていうのはあの亡くなってしまう人ではいけない、ね、うん、群馬県の武井雅史さん。うまいだろう、これでお前も共犯者。出た出た、アメちゃんと同じパターン。うまいだろう、これでお前も共犯者。まんじゅう食っちゃったわけですよ ね、 そうですね、はい、これでお前も共犯や。うまいですね、そんなことね、はい。こちら大阪府の高市一蔵さんです。一人でもお遍路さんは二人連れ、うん、一人でもお遍路さんは二人連れ。まあね、同僚人気だよね、大事だよね。大阪府の全身爛漫さん。久しぶり有楽町に会いに行き、うん、久しぶり有楽町に会いに行き。これフランク永井さん。有楽町で有楽町で会いましょう。だから有楽町のことが伸ばすのイメージです。その下の名前で、はい、こちら京都府の神野金さんです。梅子って出てきた答え、それですか。梅子って出てきた答え、それですか。どういう回答がいいこと考えてくれると思ってた。愛知県の三田美咲さん。仲悪い投資を取り成功し、これ漫才師の中でもね、舞台離れたら全然別々っていう面白くないとありますよね。こちら、兵庫県の睡魔よしこさんです。お前もかトイレで出会う深夜2時。お前もかトイレで出会う深夜2時ね。一度はどうしてもね、起きておきないとダメみたいなね。高知県の市川勲さん。最強のタッグ、大観と越前屋。最強のタッグ、大観と越前屋。悪い二人。悪いことしかせえへん人。こちら群馬県の漢方十七条さんです。数足りず男同士でダンスする。いや、数足りず男同士でダンス。これありますよね、社交ダンス。でも大体の場合は女同士が多いんです。多いですね。男性が少ないからね。そうですね。どっちもいるですね、やっぱりね、うん。できればカップルで。そうそう。神奈川県のチャコペンさん。戦って元気出し合うヨネシュート。戦って元気出す。やっぱりね、あの敵対する相手が
戦うことが必要なんですね。こちら京都府丹後のとばっちりさんです。十五夜かしゃあない、妻と二人だけそういうことや。十五夜かしゃあない、妻と二人だけいいんじゃないですかね。いや、埼玉県の山帽子さん、ひっそりと生きてきたのにこの姿、ひっそりと生きてきたのにこの姿長野県の島田陽心さんです。気がつけば歩幅が揃う老い二人、気がつけば歩幅が揃う老い二人、それいいじゃないですか。兵庫県のチーランドさん、朝ドラでラーメン見たら食べたなる。そうだからね、朝ドラでラーメン見たら食べたなる。はい、そうですよね。なんか美味しそうに見えたら見えたものが食べたくなるんですよね。千葉県の千葉木陽子さんです。あちこちで斜めに打つしての人あちこちで斜めに打つしての人一人の苦労したらあるんですよ、ね、そうです埼玉県の西田八智子さん、どう見ても親が違うよ三姉妹、どう見ても親が違うよ三姉妹、朝ドラもこって言ってるかもしれませんね。三姉妹、あ、まあ確かに、はい、では一曲音楽に参りましょう。デイブ・ブルーベックでテイクファイブ。Thank you.
土曜ホットタイム大阪のスタジオから佐藤誠と石川佳奈子がお送りしています。保育園レアはレギュラー選手は川柳作家の大西康代さんです。後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週のお題です。はい、お題は足を組むなどの組む、仲の良い2人などの2人、組む2人、この2つで頂戴しています。ファックスは06-6937-6050 6937-6050、メールは NHK 大阪放送局のホームページからアクセスをしてください。なお、トークは自作未発表のものに限ります。はい、山形県の庄内バーバさん、川柳を夫婦2人で絞り出す川柳を夫婦2人で絞り出す、後期高齢の2人暮らしです。それでもまだ仕事を、私もお花を伝える仕事を続けておりますが、川柳を投稿するようになって会話が多くなり楽しい生活になりました。 ありがたいことです、ということで。いいですね、はい、会話が増えてね、はい、ありがとうございます。こちらは岐阜県の加藤森彦さんです。2人だと分かると急に強くなり2人だと分かると急に強くなりこれいろんな立場が、ね、考えられるんですね。埼玉県の大政君、水入りのがっぷり相撲は昭和まで、水入りのがっぷり相撲は昭和まで。最近ね、ないですね、はい、確かに。こちら愛媛県の道後の三愛なすびさんです。3度目で司会の言葉パスをする3度目で司会の言葉パスをする、もう同じことですか、はい、ね、ちょっとね気が引ける。千葉県の鈴木正義さん、偉そうに腕を組んでる方が部下偉そうに腕を組んでる方が部下でも最近本当ね、はい、ありえますよね、はい、こちらもね、すごいのいますよ。茨城県の小野の猪子さん、腕を組み社長の訓示聞く社員腕を組み社長の訓示聞く社員ね、怖。福島県のコケ太郎さん、つまずくもぼやきに出会い歩き出す、つまずくもぼやきに出会い歩き出す、いやいいですね、素晴らしい、はい、兵庫県杉山明宏さんです。おばちゃんがスクラム組めば負けへんで、うん、おばちゃんがスクラム組めば負けへんで、組まなくても負けへんで、そうでした、ね、香川県のマッサさん、エンジンを組んでも勝てん阪神は、エンジンを組んでも勝てん阪神は、なんていうこと、勝手にある。こちら大阪府の角田ひろこさんです。遠出せずじいじ元気で家がいい、遠出せずじいじ元気で家がいい、午後には家が好きなんね、それね、そうなんですよね、うん、埼玉県のジンジャーエールさん、歩きなさい言われた医者にチャリで行く、歩きなさい言われた医者にチャリで行く、ちょっと変更なんですかね、ちょっとね、はい、言うこと聞かへんのですね。こちら埼玉県のトーマスポットさんです。愛し合い寄り添い合って別の墓愛し合い寄り添い合って別の墓地、最後は